した犯人はの、我らの出入りしてた場合にじゃい、ちゃんと話せんと。おけ、ボロ売るんならもうちっと前じゃないことせや。やべえ、ケータ合格おめでとう。どうぞ。小学校入学のための血液検査がご両親と一致しなくて。本当にケータは私たちの子じゃないんでしょうか。流星です。啓太です。今後はスムーズに交換へ進めそうですか。犬や猫ならともかく。どうした、会いたくないの俺たちの子に。流星くんのママはどんな人？先週は怖かったけど優しかった。そうです。娘のマナミ。マナミは死にました。警察は事故死と判断しました。でも事故死ではありません。マナミはこのクラスの生徒に殺されたんです。犯人は二人。これからはその二人を A、B と呼ぶことにします。殺人が悪だなんて僕には誰も教えてくれなかったなんてね。僕は君と友達になりたかったんだ。あの子はやればできる子なんです。ただ悪い友達に騙されただけなのに。僕は真っさらな気持ちで君たちに向き合いたい。His writing shook the soul. His flamboyance captivated a generation. His vision challenged the conscience of his time. And on November 25th, 1970, his life became the ultimate expression of his art. A mother who is herself a child.A son who overnight becomes an adult. Abandoned in Tokyo, four children will embark on the greatest adventure imaginable. Growing up together, but alone. Winner Best Actor, Cannes Film Festival.They will rely on love, humor, ingenuity, and determination to do what sometimes seems impossible. Keep their spirits high and their family together. Thank you.
もしもし、権藤だが。権藤さん、まさか小細工やってんじゃあるまいな。何のことだ。昼日中にカーテン閉め切って何やってんだ。今までこんなことなかったぜ。そこから見えるのか。よく見えるさ。どっからだって見えるよ。丘の上にお宅構えやがって。今日はこっちはうだってるんだ。ここはそれこそ地獄のカバン長さ。じゃあ何でもない証拠にカーテンを開けてみせる。脅迫者はこの町のどこかにいる。星の言い草じゃないが、こっから見上げるとあの屋敷はちょっと腹が立つな。まったくお高く構えてやがるって気がするぜ。やりきれないほど暑い日が続くと、罪なくして宿を滅ぼされ、奈落の底にあえぎうごめいている浪人者の悲哀など、異色に憂いのない人には所詮わからん。世前事はそれだけか。武士の面目などと申す者は単にその上辺だけを飾る者。控えろ、都合半四郎。恐ろしい話はもうたくさんだ。本当のことが言えねえのは人間じゃ。嘘だ、みんな嘘だ。豊城丸の話も女の話も。やめて、そんな目で私を見るのはやめて。の末、真夏の藪の中、炎と燃え上がる男女愛欲の大絵巻、死闘、格闘、激闘、行き詰まる男と男の決闘、平然と嘲笑う。Oh, my God.